はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の理科やっていきましょう。で、問題の説明に入る前に一個謝罪というか先にお知らせすることがあります。一番右上のところに赤字で 100g イコール1ニュートンと書いてあるんですが、今回圧力の問題なんですね。で、本当は 100g あたりにかかる重力の大きさが1ニュートンですよって書かなきゃいけなかったんですけど、忘れてしまって、で、書けなかったんで 100g のものが1ニュートンっていう風な、それを変換してぜひこの問題やってみてください。本当に申し訳ないんですけど、よろしくお願いします。ではね、一回チャレンジしてもらって、まあ、分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、一番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。でね、やっぱりもう長い問題がまあ図があるからね、ちょっとなかなか入りきらなくてバランス悪くて申し訳ないんですけど、今回やってること簡単に確認していきましょう。で、実験2に関してはもうどっちかというと問題に使うっていうよりも説明なので、まあなくてもいいんじゃないかとも思っちゃうんだけどね、一応あったんで今回入れてあります。で、実験1はこのね、直方体のこの図形があって、まあ、物体 A ね、が重さ4ニュートン、だからもし変換するんだったら 400g ね、1ニュートンが 100g だから、まあ、400g、4ニュートンの直方体がありますと。で、こんな感じでスポンジの上に乗っけましたと。で、あが、まあ、面のあね、このあの部分が下になるように置きました、いの時置きました、うの時置きましたっていう感じ。だから、まあ、ティッシュで行くんだったら、でかいなみんな多いね。この面、あ、じゃこの面を下に置きました、ここの面を下に置きました、ここの面を下に置きましたっていうスポンジの上で。で、へこみ方が変わるからさ、まあ、それを調べましたよっていうのがまず実験1。まあ、よく出てくるやつ、圧力でね。で、実験には水圧の方の実験で、これ、まあ、1年生の時にやった子が多いと思うんですけど、こう、ゴムのね、膜を両面につけて、2つの面をね、つけて、で、沈めましたと。で、こうやって横にゴム膜がある時に沈めた時は、へこみ方が同じでしたよって。じゃあ、上と下にゴム膜がある状態で入れると、下の方がいっぱいへこみましたよっていう。で、そっから何がわかるかっていうと、ずっと水の中に入れるとね、水圧って言って水の圧力がかかります。力がかかるの、外からね。でも、深さによって変わるから、横の時、まあ、ちょ、この状態でごめんね。横の時は圧力同じなの。深さ一緒だからね。でも、上と下になってしまうと、下の方が圧力が大きくなるんで、下の方がへこみますよってここ。っていうことが書いてあります。で、あともう一個は、浮力って言って、浮こうとする力。ここね。浮力。が働きますよっていう。まあ、それを言ってくれてます。まあ、一応ね、問題では使うっちゃ使うんだけど。いいかな？そんな感じでやっていきましょう。ちょっと一回画面下げますね。よいしょ。うん、すごい行き過ぎた。ここでいいかな。では、行きましょう。で、圧力に関してはですね、まあ、計算がね、がっつり使う、まあ、公式が出てくるから、計算使うとこなんですけど、自分の印象ですよ。印象ですけど、圧力って結構シンプルな計算問題が多いイメージがあります。でも、取りにくいというか、取れない子が結構いる。なぜかっていうと、圧力の公式ってね、結構忘れやすい。とこなんだよね。だからまあ今回復習になったらいいなと思ってこれを使いました。ではまず1番いきましょう。実験1のカッコ3だから面 E ですね。この、まあ、同じの書きました。物体1ね。あ、物体 A か。この E の部分を下にした時にスポンジが物体 A から受ける圧力が何パスカル。圧力の単位 PA ね。大文字の P に小文字の A でパスカルです。で、これを求めなさいという問題。で、まあ今回の主役である圧力、公式覚えていきましょう。で、自分がよく言うのは、圧力はもう単位で覚えます。言葉よりも単位でいけると思ってて、パスカルイコール平方メートル分のニュートンです。平方メートル分のニュートン。まあ面積かね、分の力みたいなのもいいんですけど、このね、単位で覚えるのちょっと一個メリットがあって、じゃ実際やっていきますよ。じゃ今、イの面ね、この上の部分。ここを下にしてるから、ここの面積からまず行きます。いい面積。で、普通に、あ、いや、長方形ですよね。縦かける横で行けるじゃないですか。ってんで行くんですよ。確かに。だから、
面積の部分出そうとしたときに、ここ10センチですよね。ここ20センチだから、10×20。よっしゃ、200だぜ、と。で、こいつ、最初にもう物体 A は4ニュートンって言ってくれてるから、こいつ。だから、ニュートンのところ4使って OK だと。よしよし、200分の4か、と。で、やっていくと、200分の4。約分すると50分の1だよね。でも理科は分数で答え出せないんで、これを小数に変えなきゃいけないと。だから、1÷50 をする必要があるんで、1÷50、ちょ、これ暗算でいい ?0.02 か。これ大きくなっちゃうね。0.02 で、パスカル、よっしゃ、できたぜって言って、罰を食らうっていうね。っていうパターンがよく出てくる。で、何がいけないかっていうと、面積も出したんだけどね。何がいけないかっていうと、これ 10×20 ってセンチメートルだから、これ単位平方センチになってるんだよね。平方メートルなの公式。だからここでずれる。で、圧力の問題っていうのは、基本的にここの引っ掛けはみんなさせようとするんで、センチメートルで出されます。物体。だから単位変換をしないと間違うっていう。で、ここの、まあ、今回は問題繋がってないんで大丈夫なんですけど、ここの圧力を出し間違ったがゆえに、後ろ全部間違うっていうことも出てくるので、だからこれ気をつけてください。だから、個人的には単位で覚えてほしいの。平方メートル分のニュートンってね。じゃあ、こいつを変えていきましょうと。で、頭の暗記してもらっても早いかなと思うんですけど、平方センチメートルから平方メートルに直すときは、単位を4つずらします。ずらす。どうずらすかっていうと、ちょっと大きくするね。200。200っていう数字、小数点ないですよね。でもあるんですよ、本当は。どこにあるかって右下に隠れてるの。200.000 っていう数字なんだけど、書く必要がないから消えてる。小数点もね。だから小数点ない数字は全部右下にあると思って、ここの。で、こいつを左に4つずらします。いい?ずらす。だから、1、2、3、4ってなる。ここに来る。で、隙間には0を入れなきゃいけないんで、隙間に0。隙間というかここに0。だから消えて 0.02 になります。だから200平方センチメートルっていうのは 0.02 平方メートルに直る。で、なんで単位を4つずらすかっていうと、1メートルが100センチなんですよね。つまりセンチからメートルに直すとき、センチとメートルは単位2個下げてるんですよ。ここから1、2って。ここに来て消えてるからね。単位2個下げてる。それが平方センチになってるから、センチメートル2回かけてるんだよね。だから単位2個下げるっていうものを2回やる必要があるので、単位4つ下げます。結局は。で、そうやらなくても、最初から10センチって 0.1 メートルですよね。20センチって 0.2 メートルですよね。掛け算して 0.02。もちろんこっちでも大丈夫。ね、どっちでもいいんですけど。まあ、これで平方メートルが出ました。じゃあもう一回行きましょう、圧力。圧力は 0.02 分の、一応単位書いてみようか。平方メートル分の4ニュートンになります。で、これを筆算で 4÷0.02 でやってももちろん OK です。OK なんですけど、ちょっと楽な方法があって、分数の中に小数入ったら小数邪魔なんですよ。めんどくさいと。じゃあずらします。単位を2個上げることによって、これは2になりますよね。単位2個上げれば。ただし、分母。下を単位2個上げたんだったら、上も2個上げようねっていうのがルールだから、上も4から2個上げて400に変えてあげる。でもそうすれば、2分の400になるから、あ、もう約分で200じゃんってすぐいけるからね。で、パスカルつけてあげて、これで終了。これが圧力の計算の仕方になります。今まで圧力取れないなとか苦手やなと思ってる方はぜひね、圧力出すだけの問題よく出てくるから、これは取れるようになってください。で、ちょっと2番ね、下、詰め込みます。すぐ終わるんで。で、2番は、じゃあここのう。ここね。ここを下にした時にね、物体 A から受ける圧力。だからまあ、うを下にした時の圧力は、今出した。この圧力。の、何倍か求めなさいっていう問題。だから、これはもうさっきと同じように、まあ、うがさ、5センチと10センチに変わるから、そこの面積を変えて計算して、で、何倍になったかなって計算しても、もちろん構わないんですけど、
ちょっと楽をするんだったら、今ね、まあ、上に書いたように圧力の公式ってのは平方メートル分のニュートンになってる。で、今上の部分は同じ物体4ニュートンだから、ここは変わらないんだよね。変わってないと。うの時だよ、これね。うの時を出そうと思ったら変わってません。いや、下はどうなってるかなって考えると、これ上は 10×20 だったの。でもこっちは 10×5 なんだよね、面積が。ってことは4分の1になります。10は同じなんだけど、20がさ、20から5になってるから4分の1になる。いい？ってことは面積も4分の1なの、この分母の部分が。いい？で、面積、分母が4分の1になるっていうことは、これ結局総合的には4倍になります。下が4分の1倍だと。いい？ちょっと無理やり持ってくんだったら、じゃあどうしようかな。いや、上は、いっか、普通には計算してみてもいいけど、どうしようかな。じゃあ、まあ、数字が良くない。ちょっと例えていきますね。文字使って計算しても構わないんですけど、ちょっと、こっちの方がわかりやすいかな。4分の20って、これ計算すると5ですよね。今、もともと、こっちね。この問題、1番で出した方が4分の20だとします。だから結構5になりましたと思っといて。5になったと。で、この下の状態は、上の20は変わらないの。ニュートン変わりませんと。でも、面積が4分の1になったから、4から4分の1すると1になりますよね。いい？下だけ変えましたと、4分の1に。じゃあ結局いくつになりましたかっていうと、これ20になりましたと。1分の20。比べてみると、5から20になってるから4倍になるのね。分母が4分の1倍になるとさ。だから4倍でいいよっていう。いいかな。ただ、今のやつが、まあちょっと数学が得意な方とかはピンときやすいんですけど、ん？って思う方は、普通に計算をしてパスカル出してください。そうすると、800パスカルに、こうなりますので、200と800、比べたら、あ、4倍になってるね。だから4倍だよと。ちょっと時間かかりますけど、もちろんそっちでも構いませんので、そんな感じでやってみてください。では3番いきましょう。で、3番はですね、ちょっと省略形で書きましたけど、まあ水の中に物体 B が入ってて糸で吊るしてると。で、測ったら、もともとね、もともと B は、重さが54ニュートンですと。測るとね。でも、水に沈めて、ニュートン測りね、この測るやつ。で、測ったら、この水の中で、測ったら、34ニュートンになったと。これどういうことかっていうと、水の中って浮力、さっき言ったね、浮く力がかかるので、軽くなります。まあ、みんなもプールの中とか入った時軽くなりますけど、ジャンプ力ピョーンって飛ぶからさ。だから54ニュートン、もともとあったんですけど、水の中に入ったら34ニュートン、ちょっと軽くなったと、測ってみたらね。っていう状態。で、まず、1番ですね。が、3の1にしとこうか。物体 B の質量何グラムか求めなさい。これは、もともとはこっちね。この34ニュートンは水の中の話だから、そうじゃなくって、54ニュートンでしたと。で、最初に自分がね、書き忘れてしまったんですが、1ニュートンが 100g です。これは、問題で大体、こう、指定してくれるんですけど、ほとんどのものは絶対そうなる。1ニュートンが 100g。だから、54に、まあ、1ニュートンが100だからね、100をかけてあげて、5400g と。まあ、これはこれで終了となります。で、今回のラスボスですね。まあ、この中で圧倒的に難しい。2番行きましょう。で、ちょっと問題読みます。まあ、実験2で分かったことをさっき読んだやつね。を参考にして、B の、上面、まあ、上から働く水圧が1500パスカル。ちょっと書きますね。水の中に入ってるとき、上から右から左から下から、全部水圧はかかりますと。で、上からまず1500パスカルかかってますよと言ってくれてます。いいね。で、そしたら、じゃあ物体 B の底面積。ここの面積ね。ちょっとここに書いちゃうけど。
が 0.01 平方センチメートル。まあ、メートルにしてくれてありがたいね。のし、として、物体 B の下面、まあ、下面か、下面下から働く水圧が何パスカルか。じゃあ、こっちから働くのいくつなのと。それを求めなさいと。で、まあ、空気による圧力ないよとか、いろんなもの、いろんなことごちゃごちゃ考えなくていいから、やってねっていう。まあ、注意書きがありますけど、解いていきますと。いいかな？で、まずですね、まあ、自分これね、考えたらちょっと、なんだ、ちゃんとした答えのやつと違うんですけど、まあ、自分がやった方法ね。今、結局ね、54ニュートンのものが、水の中で34ニュートンになりましたと。じゃあ、20差が生まれたよね。で、20なんで軽くなったかっていうと、下から浮力が20ニュートンかかってるんですよ。20ニュートン支えてくれてるの。イメージとしては。だから軽くなってる。じゃあ、20ニュートン支えてくれるこいつで、ニュートンと平方メートル揃ったじゃん。圧力出すために。じゃあまあそう出してみようぜって言って出しました、俺は。いい。この2つを使ってね。だから、じゃあ書こうか。圧力。考えると、ごめんね。0.01 分の20になると。で、まあ、さっきの方法を使うんだったら、2個ずらす1になるね。2個ずらす。だから、2000パスカルになると。で、ちょっとやりがちなのは、よっしゃ !2000 パスカル出たから答え2000パスカルって言って罰をもらうパターンね。で、これちょっともう一ひねりが必要で、2000パスカル、確かに圧力かかってます、下から。いい。でも、問題に言ってくれてるように、上から1500押しちゃってるのね。もし、今下面から、まあ、下の面から働くのが、この2000を答えて書くじゃん。2000パスカルかかってるよって書くとします。でも、問題で上から1500かかってるよって言われてるから、これ、相殺されてしまうので、結局、まあ、下が勝つよ。勝つけど、上から1500押されてるから、下から500パスカル分しかエネルギー残、エネルギーじゃない。圧力残らないよね。ってなると、これ、20ニュートン押せないんだよ。上からの分邪魔になってるから。54ニュートンだったのが34ニュートンに変わらなくないってなってしまう。だから何が言いたいかっていうと、20ニュートン分で計算して2000パスカルでしたと。それ、プラス、1500パスカル押されてるから、その分もプラスしてあげないと、浮かないというか20ニュートンにならないんだよね。だから今出した2000パスカルに上から押されてる分も足してあげて答えが3500パスカルになりますよっていうっていう風に自分は解きました。まあ X 使って解いても構わないんですけどね。うん、自分はちょっとこっちの方が俺はね、分かりやすかったんで、こっちで説明させてもらったんですけど、まあ、もしよかったら参考にしてみてください。では、今回はね、この圧力の問題4問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。